さあゼノファクターを起動しろ。力を合わせていくぞ。さあ、ゼノファクターを起動しろ。腕が鳴るぜ。
コンビニ行きたいな。
落着。あれ、私強くなってない？ことかと思ったけど助かったよ。私はセザク。こいつはナメロってんだ。トドロキだ。下の名前は？ナメロ。トドロキナメロ？トドロキの方で呼んでくれ。わかった、よろしくね、ナメロ。トドロキだ。お前ら、今度こそヤバいのが来るぞ。一体、シャサールだ。俺たちでなんとかなりそうなのか？この白髪の若者と同化しているのか。そして他の者たちにもヤマタワ様のお力が封じられているというのか。そうだとしたら、グラマフェリオ、お前ならどうする？すでにバルトローザがほふられた。我が眷属の被害も多数。ならば我々が取り得る行動はただ一つ。分断されたあなたの魂を我がものとする。良い判断だな、ゼノビアの差し金か。裏切り者のあなたがゼノビア様の皆を口にするというのか。金の音を聞け。我が実は永遠の救いとなろう。霊国に閉ざされし御霊を召喚する者、我が名はグラマフェリオ。グラマーですって？あなたは？なんだと？来やがったぞ、勝利の鍵は。事前に聞いていたとはいえ、未だに信じられん。ヤマトガ様が人間に肩入れとは。シャサールの攻撃を防ぎ、シャサールと俺たちの間に割って入ってきた女性、艶やかな黒髪、凛とした出立ち。俺と一緒に事故に巻き込まれた三若はランゼだった。もしかしたら彼女もこの世界にいるかもしれないという予感は確かにあった。だけど俺はランゼと再会することを望んでいたのだろうか。
Thank you.
ゼノファクター起動。戦う意志を刃とせよ。まとめて相手にしてあげる。最小限に抑えろ。反撃を開始しろ。
覚醒せよ聖女さん。裏切りの代償を払っていただきます。全力全開でいくよ。目に転じる。はい、プレゼント。そこだ。嫌いなんだけど。総輪の上に。集え。こちらの番だ。死ぬく。
道の先行。俺のせいじゃないからな。休んでる暇はないぜ。
忍び屋様。随分離れてきたな。ランゼ、やはり君もこちらに。タナタ、よかった。ランゼ、小春、光秀君も無事でよかったわ。大丈夫かい？え、ありがとう。もう大丈夫。すごい美人だね、カナタ。あんたの知り合いなのかい？ああ、光秀や小春と同じで、俺の仲間というか。私の名前は、三若川ランゼ。そこにいる、凪小春と八坂田光秀は、同じ高校の同級生で、私の親しい友人です。あれ？カナタは？九条カナタとは幼い頃からの知り合いで、双方の両親合意の上、将来を誓い合った間柄です。つまり婚約者です。え、なんだって今ここでそれを言うか。別にみんなに隠す必要はないけれど。じゃあ、あの時の言葉は何だったんだと愚痴りたくもなる。何はともあれ、俺たちは甘爪の話を聞いた上で、今後どうするかを決めることになった。存在結晶。そうです。それがこの星における生命の源。あらゆる生命の記憶や思いが結晶化したもの。そこから得られるエネルギーによって私は回復することができるのです。つまりその存在結晶を集めてこいというのですね。強制はしません。どのような場所を探せばいいのですか？存在結晶の中でも特に縁の強いものはいずれ個人を呼び寄せるはず。縁の強いもの、よくわからないけれど、探して歩く必要はないのですね。そうなります。何をするにせよ、とりあえず落ち着ける場所を提供していただけませんか？もちろんです。あなたたちには居住施設を開放します。居住施設？それは助かります。おい、カナタ。ああ。どうしたんだ、ぼーっとして。すまない。ちょっと甘爪のことを考えていた。甘爪か。話はよくわからなかったが、こんな住居をいただけたのは大きな収穫だったよな。ああ、それに。それに？甘爪は返す手段はあると言っていた。なあ、頭に血が上っていたけど、一応覚えてるぜ。
逆にヤマト側、一度死んだのだから帰るという考え自体がおかしいと言ってた。多分ヤマト側の言葉が正論なんだろう。一度死んだと言われてもピンとこねえな。はい、そうですかと納得できるかよ。ああ、記憶は残っているし、俺たちの時間はここに来る前から繋がったままだ。そうだ、俺たちは生きている。いやー、かなり広いね、ここ。お部屋もいっぱいありますよ。以前に誰かが住んでいたのね。おい、なめろ、そっちには何かあったかい？ああ、大きな風呂があったな。お風呂、本当ですか、なめろさん？ああ。でかしたナメロウ。ナメロウさん、案内してください。ナメロウ、どうしたんだ？すっかりナメロウの方で定着しちまった。カナタさんたちも一緒に見に行きましょう。そうだな。どれどれ、どんなもんかね。眠いかも。空いたかも。
彼方、人間の反応を感知したぞ。そう遠くない場所だ。お、マジか。何人だ。こっちに来たのは12人いるはずなんだろう。一人だけのようだな。貴重な戦力だ。行こうぜ。うん、早く行ってあげよう。きっと危険な目に遭ってる。ゼノファクターはすでに全員適用、制限は解除されている。そうなのか。ああ、防衛本能、戦闘本能をトリガーとして自動的に発動する。本人が望むと望まざるとに関わらずな。つまりそのもう一人もすでに普通の人ではないということ。その通りだ。ランゼだっていきなりシャサールに切りかかっていただろう。自分が自分でなくなる感覚は確かにあったけど、あれがいつも通りのランゼだとしたら彼方が気の毒だ。それほど心配はいらないってことか。そうだな。まあ能力を大幅に超えた敵と遭遇しない限り大丈夫だろう。一人でいるのを放ってはおけないわ。カナタ、急ぎましょう。お、頼もしいなランゼ。鍛えに鍛えたナギナタさばきは光秀よりも頼もしいよ。もう小春ったら、私はすべきことをしているだけよ。あなたも行くのよね。ああ、もちろんさ、行こう。状況から察するに、つまりあれだ、その俺完全に主人公だ。いや、こんなハードな世界で主人公とか勘弁してほしいよ。登場するヒロインに期待が持てないよ。きっとムキムキのビキニアーマー系女子で時代のトレンドとは大きくかけ離れているんだお。